聖女さんに挨拶できなかったのは残念だけど、まあこっちに来て正解だったかな。ああ、祭りの始まりだ。おらんのか。さすがに聞いていないわ。だけど、なるほど、列車砲でも飛行戦艦でもなく、これこそが彼らの。ケシが言っていた真の切り札か。そうか、かつてノーザンブリアに現れたという。同じだ。クソ、なんてものを呼び出しやがる。巨大な帝都市民の皆さん、どうか落ち着いてください。あれは我らを脅かすものではありません。帝国の明日を切り開くためのものです。ご紹介しましょう。あれこそは対共和国戦における最終兵器。
エレボニアに永劫の勝利を約束する。幻想起動要塞です。幻想起動要塞そうか、そんなものがあるなら。共和国になんて負けない。大陸すべてを相手にしたって。エレボニア帝国万歳。帝国の未来は任せたぞ。あれこそが1200年前知性の祖先が築いた幻想起動要塞トゥアハデだな。最終総国の舞台となります。いよいよか。幻想起動要塞、あんなものがあれば共和国など。あれをもって飲み込むつもりか、全てを。ええ、世界の終わるその時まで。帝国軍総司令ヴァンダイク元帥、皇帝陛下の名代としてヨルムンガンド作戦の最終発令を命ずる。明日の正午をもって宣戦布告。共和国その他への侵攻殲滅を始めたまえ。